Number 5, Isaiah Murphy. Number 6, Manato Kikuchi. Number 8, Tenketsu Harimoto. Number 12, Taito Nakahigashi. Number 14, Takuma Sato. Number 18, Toshihiro Nakashima. Number 32, Luke May. Number 43, Scott Everton. Number 45, Rylan Cheatham. Number 60, Seiga Sakamoto. 以上、ブラスターズ for the Nagoya Silent Dogs.スポーツの秋にふさわしい熱気となりましたティップオフです。ブルーのユニフォームが長崎ベルから松本健二リオンに通して今日注目のマーク・スミス、中に入った。最後はエドゥーン、リバウンドエソトンです。いいプレーでしたけどね、最後決めきったよかったですね。早いですね。佐藤拓磨が走っている。これですよ。今日のファーストバスケットは名古屋です。斉藤拓には松本がつく、中東がアタック、エサトン、ポンプエイク、斉藤が走り込んでいるがエサトンのインサイド、チータム外に出した。打てるか、残り3秒。チータムが決めきる。いや、チームとして課題だったスリーポイントいきなり入れてきましたね。プラントリーに通して松本健二リオン対斉藤拓実、プラントリー外に出した。このディープスリー、マーク・スミスが決めました。さすがですね、やり返しましたね。最初の松本健二リオン、エドゥ、マーク・スミス2人を抜いた。キックアウト、ブラントリーのスリー。いいですね。今ハイキックからいい形作ってね。右のウィングに展開、ブラントリーがつきます。そしてターンオーバー、2対1のアウトナンバー、松本健二リオン、そしてエドゥー。いやー、教えてましたね。松本健二リオン、ブラントリー、中に川又もいる。外に出した馬場雄大。きたー、今日1本目のアテンプトが来ましたね。いやー、いいパスでしたね。シータのスリーは打たない。斉藤拓実が中にいる。リバースレイアップ。いやー、落ち着いてますね。今そのままいったらね、ブロックされるところだった。外に出した馬場雄大、ポンフェイクでペイントアタック。キックアウト、松本健二リオン。マーク・スミスに戻してのトゥーメンゲーム、ブラントリー。いやー、ナイスハイピックアンドのポケットパスね。キックを使ってザックに出す。ザックから左、ブラントリー。佐藤拓磨との1対1ですが、いや右のウィング、ショットクロック間もなく残り5秒。ここはフリースローラインからアテンプトがどんどん決まっています。いや、今季の馬場絶好調です。ここは背を向ける。ショットクロック5秒を切っています。フィニッシュできるか、馬場雄大。馬場がいった、フローター。ここでたまらずのタイムアウトでしたね。はい、タイムアウト前のプレーご覧いただいていますが、この馬場雄大の会場にルーク・メイがトップにいます。ショットクロック残り10秒。アイザイア・マーフィー、バウンズパス、エサトン。マーフィーパスしましたね。名古屋はブラントリーがウイングの位置にいて、先ほど素晴らしいフローターショットを見せた馬場雄大、ここは加藤武人を抜いていく。今のクロスオーバー、エグいですね。ちょっと今のはディフェンスいい選手なんですけどね、これをクロスオーバーでね、レープまでいっちゃいましたからね。他ワイドオープンを作ってエサトンのスリー吠えました。馬場雄大にファイトオーバーするのは加藤武人。ザック、ザック、これはブロックショットをルーク・メイ、相当高確率で入れる選手ですけど。そして山口のコーナースリー、第1クオーター6分の5、長崎のスリーポイントです。長崎の木林からマークスミス対中東、マークスミス外に出した、もう1本来るか、きたー、2連続。いやー、チータム、アイザイア・マーフィー、中にエサトンがいた。いやー、マーフィー選手いいパスでしたね今ね。残り5秒、4秒、3秒、マークスミス打ち切れるか、フェイダーウェイ、これはブザービーターに、今日のプレーここが参考になるというところも解説していただきたいと思います。承知しました。第2クォーター始まりました。斉藤匠のゲームコントロールからエサトン、馬場雄大、佐藤琢磨がチェックする。馬場雄大のアタック、川端がいる。ショットクロックギリギリ決め切りました。いや、今の大きいですよ。マークスミスとエサトンのマッチアップ、おーと手を出したチータム、2対2、左にエサトンがいるがエサトンに通しました。イージーバスケット。40チータムに変えて、ルーク・メイを入れています。長崎は松本健次郎のアタック、アイザイア・マーフィー、エサトン、ルーク・メイのスリー、自分で回収、もう一度今度はリング下。トピックに入るのはエサトン、右に出したルーク・メイ。ショットクロック10秒切っていますが、ディープスリー決め切った。いや、前のポゼッションでルーク・メイ調子どうかなって言ったら、中東、エサトン、斉藤匠ダブルティーム、エサトンとの連携。あのピックアンダイブはね、左に佐藤琢磨がいます。アイザイア・マーフィー対山口、アイザイア・マーフィー、マーフィー、ここはしっかりフォローしていったエサトンです。マーフィーいいっすよ、1クォーターもね。ここはダブルティーム、ブラントリーとエサトン、ね、外に出した山口、これです、これです、この形ですね、はい、2本目をブラントリーが決め切ってきます。名古屋がね、ブラントリーですが、右に馬場雄大がいます。馬場対斉藤、馬場雄大、おお、よくフォローしました。7番のブラントリーでした。タイムアウト明け、長崎がいい守りを見せて、ここから攻撃につなげていく。アイソレーションの状況にしちゃうと止まらないですよ。いる身長なんですよ、なんでね、彼のような選手はやっぱね、先ほどウインターカップの話ありましたけど、若い世代がどんどん真似してほしいですね。172センチですからね、ここの山口のカットイン、どうでしょうか。いい判断でしたね。名古屋はアイザイア・マーフィーのアタック、ファウルはない。ブラントリーがリバウンド回収、ジリオンにはオートダブルティーム、マーク・スミス、左にブラントリー、中に入れたエルー、長崎はエルーを使ってきました、長いウイングスパンを持っています。チータムから斉藤匠、スリーポイント、来ました、あれなんですよ、ね、彼はもうスーパーキック。松本健次郎、コーナースリー、やり返しとはならず、ここはブラントリーから馬場雄大、自分の間合いで決めました。いや、絶好調ですね、馬場。ショットクロックは間もなく残り5秒、右に出したブラッドリー、さあ2連続スリーポイントシュートが来ました。長崎はここはフィニッシュまでつなげることはできませんでしたが、マーク・スミスがボールを持ちます。ブラントリー、3連続が来ました。長崎ベルカ、リバウンドは佐藤琢磨です。長いパスがエサトンに通りました。今ね、トランジションでちょっとマッチアップがマーク・スミスが、馬場雄大対中東、ターンをしてのジャンパー、ここもエルーが回収する。いやー、いいっすよ、ディフェンスだけじゃなくてね。しかしここはルーク・メイのやり返し、斉藤匠と松本健次リオン、ここはエサトンとのフーメンゲーム。もうあのハイピックはね、もうやっぱ最強ですよ。グラントリーに預ける、マーフィーがつく、外に出さない、ターンオーバー、ルーク・メイ、佐藤拓磨、1人でレイアップまでいけるか。いやー、よくねじ込みましたね。タフなショットになりました。長崎はちょっとね、ミスしています。ここはまずオフェンスで払拭できるかというところです。グラントリーから松本、馬場雄大のディープスリー。ブラントリーから馬場とブラントリーとのジャンパーが決まります。名古屋は先ほどいいアタックを見せた加藤、ここはスイッチしてブラントリーとの1対1、シータムリング下、シータムがトップの位置まで戻ってバウンドパスが通らない、ターンオーバー、山口中にブラントリー1人で行く、マーフィー残り10秒、シータム対ザック残り5秒です。佐藤拓磨スイッチしてブラントリーとの1対1、これ4つ目じゃないですか。スミス4つ目の個人ファウルです、ここはエサトンがボールをキープして斎藤拓海、松本健二リオンとの1対1、張本のスリー来た。いや、さすが元日本代表。オフェンス連続成功、ショットクロック5秒、ルーク・メイ対エドゥ、ルーク・メイのスリー決まるか、このリバウンド、馬場が取りました、レイアップ。いや、長崎ね、佐藤拓磨が回り込んで佐藤拓磨にボールを預けました。今長崎はね、連続でやっぱさね、独走エドゥ、ビッグアングル封じてんですよね。それだけ長崎のね、ディフェンスの遂行力が上がってますね。まさにディフェンスのチーム、ザックがいった、エドワーここで結果タフショットですからね。あうんの呼吸の斎藤エサトンを潰してみせた長崎のディフェンス、松本健二リオン決めた。ただちょっと出しどころを探す、エドゥを呼び込む壁になったマーク・スミス、縦に切り裂く、これで今シーズン最多得点達成。そして名古屋もやり返しエンドワン。強いですね、エサトン。当然試合はね、今日だけで終わるわけじゃないんで、明日にね、つながる試合っていうふうにね。いや、分かんないですね。ここはブラントリー。名古屋は加藤武人がショートコーナーの位置まで。シータム対川又、シータムだ。ここは川又とその1対1を制しました。トップの位置まで戻る、ショットクロック2秒、1秒、川又が打った、これはリングに当たっていません。白の名古屋ボールです。川又がもらう、加藤がつく、左だ、中に侵入、フローターショット、川又が取る。いや、強いですね、さすが川又。残り10秒、ここはもうプレーを止めます。今終了のビザー、長崎ベルカ87対68、ゲーム1を取りました。今シーズン